この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ご見解でございますか。今日の後楽園ホールは本当にもう超満員でございます。佳境に入ってまいりましたフジテレビ杯争奪ジャパングランプリでございますが、クラッシュ対決もありました。それから極悪同盟への対決、壮烈な一戦もありました。そして今日お伝えいたしますのは実はフレッシュ対決でございます。立野則雄選手、山崎樹選手、この2人の対決を迎えているわけでございます。解説はいつものようにデイリースポーツ運動部の宮本久夫記者でございます。まあ、今日の立野それから山崎戦なんですけどもね、はい、宮本さんはどういうふうにご覧になってますか。まあ、そうですね、まあ、このジャパングランプリペア対決が一番の見どころなんですけどもね、はい、まあ、山崎立野一番若いコンビですね、はい、だからもう、まあ、19歳のですね、まあ、若さ全てをぶつけてくれる非常に興味ある試合になりますね。はい、山崎もそれから立野もねもう新人時代は通り越してましてね、今や中堅になろうとしております。今一番脂が乗っております、充実しております。果たしてどういった試合をリング上展開してくれますか。いよいよ選手の入場でございます。今日の後楽園ホールはフレッシュコンビ対決の時を迎えております。まずご覧のように立野則雄選手、青コーナーから登場です。そして今赤コーナーを通ってご覧の山田樹一、ともに緊張しきった表情でリングに上がってまいります。山田樹一、立野則雄、同期生コンビ、フレッシュコンビ、今日は対決の時。赤コーナーに登場して陣地瞑想に受けておりました。心に期するものがあります。山崎樹一、立野は今日はリラックスしておりました。例によってリングに登場いたしますと軽くウォーミングアップであります、デモンストレーションがありました。さあ山崎と立野の対戦を迎えたわけであります。最近はこういった先手を取った速攻、今日の立てのなくなった、今度は山崎が返しました。2連発、さあ3連発、息もつかせません。4連発入った、ドロップキック5連発であります。6連発、いやー山崎が返しました。まあ、こういった速攻はどちらかと今まで山崎のもんだっただけにですね、先に立野にやられて勝ってきましたね。そうですね、はい、まあ、ちょうどドロップキックでまあお返ししましたね。そうですね、なかなか見応えがあります。お互いのファイトが今日はですね本当に表面によく出ておりまして、興味ある一戦を迎えたわけであります。山崎立野、改めて宮本さん、今日のこの試合どういったところに宮本さんは期待したいですか。そうですね、まあ、この2人、まあ、お互いに CWA のタッグを目指そうとしてね、はい、一度、まあ、クラッシュに挑戦したわけですけども ね、 そうでしたね、はい、まあ、どちらもねやっぱりまあ、どちらかといいますと立野の方が先行してジュニアのチャンピオンになったんですけどもね、はい、まあ、その後山崎がぐんと力をつけてきましてね、まあ、どちらかといえば今山崎の方が、まあ、リードする面が多分にありますよね、はいはい、まあ、今回のこの、まあ、クラッシュとまでいかないですけど、まあ、今日もペア対決なんですけどもね、まあ、どちらもね本当に勝ってほしいんですけども、まあ、この勝敗やっぱり山崎の方が多少優勢な面があると思いますね。そうですか、まあ、それだけに立野としてもね必勝を期して先制攻撃、一応はこう予想したんですが、今度は山崎の逆襲にやっております。攻めているのが山崎樹、攻められておりますのが立野則雄であります。そういえば立野則雄選手は今飛び飛びを落とす勢い、クラッシュギャルズ名古屋千里
かつてはジュニアのチャンピオンベルトをめぐって本当にいい試合を展開してますからね、そうですね、はい、現在はちょっとクラッシュギャルズと差が開いた感じがいたします。山崎拓の両選手でありますが、今宮本さんからも紹介がありました。今年新年早々この後楽園ホールでクラッシュギャルズに挑戦しているコンビであります。さあ今度は拓野が行きました。ハート攻撃だ。そして拮抗撃。今日は拓野気合が入っている。いい試合を展開しております。山崎拓の両選手であります。さあ盛んにボブ矢沢カウントを入れております。一番今格闘競技者として本当に脂が乗り切っているといいますかね、動ける時であります。山崎と盾野、先ほどまでややシーンと静まり返っておりました超満員の後楽園ホール。山崎そして盾野、力の入った熱の入った一戦に沸かっております。さあ一息入れました。さあ同期生コンビ力比べリング中央。あるいは五木あるいはノリオ、声援が飛び交っている後楽園ホール。フジテレビ界争奪ジャパングランプリ佳境に入ってまいりました。まあ、しかしこのフジテレビ界争奪ジャパングランプリもちょっとですね、現在こち環境を見ましてもなかなか誰が優勝ということは分かりません。さあちょっと放送席の方に盾野、ノリオの髪の毛を捕まえてやってまいりました。猛烈に場外弾頭を仕掛けております。山崎放送席に今2発叩きつけました。いやしかし盾野、ノリオ選手も負けておりません。悔しそうに唇をかみしめて今またリング上に戻ろうというところであります。お互いにですね今コーナーに分かれてねちょっと水を飲んでますね、そうですね、はい、うがいをしております盾野そして山崎亮選手。さあ今一息入れてリング上に登場であります。まあここまでお互いに五分と五分といったところでしょうか。五分と五分ですね、はい。まあ、今場外で共にちょっとインタビューを取りましたけどね、そうでしたね、まあ、これからっていう、まあ、気合みたいなもんですね、はい、まあ、新人時代からですねもうそろそろですね、中堅時代に入ろうとしている両選手なんですけども、やはり場外でちょっとあの自分なりの呼吸を整えたりですね試合の組み立て方が上手くなってきましたですね、それはまあありますね、はい、前は闇雲に行っていったそういった感じがいたします両選手。最近は風格されてまいりました。さあ問題はいつ山崎のロープを利用した大きなフライング技が出るか、あるいはタテルのが得意としておりますジャンピングリーパットが出るか。最近はタテルなんかはですね、一気にスープレックスなんかも見せますんでね、そうですね、はい、ジャーマンなんかもねうまくなりましたからね、うまくなりましたね、はい、それから場外に落ちている選手に対してリングの中からさっと飛んでいく技がありますよね、そうですね、はい、これなんか本来の盾野、ノリオ選手でしたらちょっと考えられないようなですね大技なんですけども、最近はこれも身につけてまいりました。いろんな意味でテクニック的にも大きく成長している両選手の対決であります。見どころがいっぱいです。果たしてどういう試合をシングルで展開してくれますか。そういった意味でこのシングル戦というのはお互いの力量というのがはっきりしますので非常に面白い、ファンにとっても注目の一戦だ。さあ今度も山崎がいった。さあそろそろラッファイトを展開してまいります山崎五木。まあ、今日の山崎選手はちょうど昔のヒール時代に戻ったような感じでね、あなるほど、結構ラフ攻撃を見せてますね、はい、いや今日ね選手紹介の前に山崎五木を見たら本当に瞑想にふけるといいますかじっと目をつぶってね紹介を待っておりました。そういったところにも山崎五木選手この一戦に帰る何か気持ちというのがよく出ておりました。このところちょっと山崎にとっては不本意な試合が続いております。ファンの人たちも山崎五木どうしたんだろうそういった声も相当あるようであります。そのファンの期待に制限に今日は応えなくてはいけません。一方盾野としてもこの一戦をまた大きなチャンスにいたしましてさらに強く大きく飛躍したいところであります。さあ序盤戦が進みようとしております。この試合は30分1本勝負です。
さあ後ろから行った、キック攻撃だ。山崎一樹に背中を見せております。縦のノリをキックをにやつくりました。強烈なストンピング、また行った。腰のあたり、背中のあたり、2発3発行った。おっと今度は肩口でやります。肩口に2発キックが入りました。そして下手攻撃、おお、縦のノリオ選手がどうしたんでしょうか。ちょっと動きがなくなりました。山崎一樹のペースに期待に試合がなろうとしております。依然として髪の毛を持っている山崎一樹、今度は後ろに押し倒しました。縦の動きが少なくなりました。宮本さん、ね、ちょっと動きが止まりましたね、はい。まあ、あのスタミナという点ではどちらかというと山崎一樹よりも縦の方があるように思うんですけどもね。序盤戦を過ぎようとするあたり、山崎一樹の猛攻でやります。確かに宮本さんがおっしゃるように、かつてのヒール時代のね、面影を彷彿とさせるような今日の山崎一樹であります。最近の試合ぶりとは一味変わっているんじゃないですかね。ちょっと今日はスタイル変えてます、変えてますね、はい、はい。まあ、やはり初白星というね、まあ、一つの目標へ向かってね、やっぱりこう執念じみたみたいなのも感じますね。そうですね、ブル中野選手といった、まあ、格下、自分よりも年下の選手もこのフジテレビ回想だジャパングランプリに参加しておりますが、すでにブル中野1勝を挙げております。縦野から1勝を挙げております。現在勝ち星がないというのはこの山崎一樹ぐらいでしょうか。そういった意味で山崎一樹としてもぜひ白星の欲しい今日の一戦であります。相手は縦野のりお、まあ、山崎が勝てるとすればとりあえずこの山縦野ぐらいしかありませんしね。まあ、そういうこともないですけどね、やっぱりここでちょっと弾みをつけてね、山崎らしさを見せてほしいですね。そうですね、さあ縦野のりおの反撃が開始されました。さあ縦野のりおに対する声援と大変なものがあります。後楽園ホール、同期生対決です。フレッシュコンビ対決です。さあ縦野がいった、おーっとランピングのいいパット、なかなかタイミングよく出ます。もう一回いく、宮舘が出るか、ジャンピングのいいパット。さあこれで体勢を挽回いたしますか。おーっとバックを取ったのが山崎一樹、お互いにバックの取り合いで一気にいった、ジャーマンスープレックス、危なかった山崎一樹。これがあります、縦野のりお速攻です。やります、本当です ね、 今のすね、タイミングよく入ったんですけどね、はい、惜しかったですね。さあ今度はレッグドロップ、縦野のりおがノーベント反撃で場内が沸いてまいりました。本当に大きく成長いたしました縦の山崎亮選手。あっという間、試合時間は前半の10分を経過いたしました。この試合は30分1本勝負、これから中盤に入ろうというところであります。さあネックブリーカードロップに乗っていきました。今度は山崎が攻められております。懸命にこらえる番だ、縦野が行く、ねちっこい攻撃が出ます。さあボブ矢沢カウントを入れるか。こういった粘っこい攻め、いかにも縦野のりおらしい攻めであります。あの辺が縦野のりお選手の特徴なんですよね。そうですね、粘っこく攻めていきます。さあ山崎が今度はちょっと苦しそうな表情だ。髪の毛をつかんで、そしてやや長首の攻撃、もう一回ロープに振った。今度はどういった技が出るか、逆にいった、山崎がいった、今度は山崎速攻の反撃であります。さあ場内のファンがアピールいたしました。どういくんでしょうか。まずロープに行って山崎一樹、強烈なキック、渾身の力を込めました。上から行く、カウントが入る、いやちょっと危ない。今度は縦の伸びを渾身の力を込めて頑張っております。山崎か縦野か、おっとバックを取った、バックロープを後ろに落とした。山崎か、あっとチャンスと見ていった、ロープに足を伸ばしました縦野のりおであります。いやーこれは手に汗握る、本当にいい試合を展開しております。予断を許しません。したたかな縦野か、あるいは華麗な空中散歩ロープ技を見せる山崎一樹か。ファンも真っ二つ、後楽園ホールであります。面白くなりました ね、そうですね、なかなか両者とも力入ってますね。いい試合ですね、はい、こういったシングル戦は本当に見応えがあります。
ただ山田選手さ先ほどフライングボディプレスは見てたんですけどね、はい、ちょっとまだいわゆる空中殺法が出ないですね。あ、なるほどね。まあ、最後に温存してるのかも分かりませんがね、はい、思い切ってロープを使ってね、はい、本当に華麗に飛んでね相手をあっという間ホールに持っていきます。山崎樹の華麗な空中殺法フライング技まだ出ておりません。一方縦野は1回ですね勝負に持っていきましたしね、ジャーマンで少し勝負に出ましたね、はいはい、あれが不発に惜しいところで終わっております。まあそれだけに決戦契機を山崎樹としては残しているわけであります。まだ効いてますね相当 ね、 そうですね、はい、何か首のあたりがおかしいといった表情を見せておりますのが山崎樹。一方縦野則夫選手はここでまた水を取っております。まあ、今日は非常に蒸し暑い後楽園ホール、それもそうですね超満員、まさに立水の余地もありません。ご覧ください後楽園ホール、この満員のファンを前にいたしましてフレッシュ対決であります。山崎樹と縦野則夫甲子合を展開。さあ山崎海空どうでしょうか、慎重に落とした、そして上から行く、ちょっとコーンの体勢入るのが早いんでしょうか山崎樹。カウントはワンでした。縦野が懸命にぶつってこらえております。耐えて耐えて耐え抜くという非常に粘っこいレスリングを信条としております縦野則夫。一方大技はありますがやや淡白なところがあります山崎樹。両者は対照的な性格であります。さあ髪の毛を持ちました縦野が反撃、今度は縦野が反撃だ、一気におっとスープの筒の体勢に入ろうとしております。おっと場内の歓声はひときわ高くなった、一気にいった、後ろに落としました。最近技に入るタイミングが非常に縦の早くなりました。そうですね、よくなりましたね、まあ、ダブルアームもね、はい、一応決めましたね。本当ですね。さあそして今度はブレンバスター、ブレンバスターが出るか、山崎こらえる、ジャーマンが出て、そしてスープレックスが出ました。今度は山崎がいった、さあランロープに上がっている、強烈なフライングキック、これは綺麗に決まりました。おっとーンの体勢カウント1であります。そろそろ試合は中盤です。もうすでに10分が経過しております。山崎樹そして縦野則夫、30分1本勝負、両選手にとっては最も苦しい中盤に差し掛かっております。じりじりっと山崎が反撃に移っております。まず試合は五分と五分、しかし縦野則夫選手はいくつかの大技を出しております。惜しいところで決まっておりません。顔面すでに汗びっしょりという両選手、今場内に15分経過が告げられました。30分1本勝負、ちょうど半分を経過いたしました。さあ勝負はこれからです。立野の表情がちょっと苦しそうに変わってまいりました。スタミナという点でどうなんですかね宮本さん。まあどちらもねそうスタミナのある方じゃないと思いますね。だからこれから15分過ぎましたからね、まあここで勝負をかけるか、そうですねというところですね、はい、池下由美がよく見せておりました、後ろに投げたのであります。池下龍のバックドロップ、バックフリップが出ました。さあおっと山崎が飛ぶか、山崎が一気にどうか、トップロープから飛ぶ体勢だ、一気に飛んだ山崎が飛びました、逆に縦の食ってしまいました。さあまた両外線であります。また両外線です。両外線ではいずれも山崎樹が西八棒を取っております。さあまた叩きつけられております。どうでしょうか。今小松美香選手が大丈夫かというふうに縦の則夫選手に聞いております。大丈夫だ、大丈夫だと答えました。さあ山崎樹、ああお客様を巻き込んでおります。ファンを巻き込んでこれからいよいよ山崎。料理に出るか、フィニッシュに出るか、試合を決めようという意欲がはっきりと現れているが、勝つのがまた反撃だ、これはうまかった、十分に読んでおりました。今度は徳野が一気に飛んでいった、ご覧ください強烈だ、いやー徳野がやりました、今のはバッチリ決まりましたよ、山崎さん、はい、山崎のねロープを越えてもう一点ロープを越えてキックに行こうと思ったんですけど ね、そこをうまく逆にキックできましたね、はい、カウントが続いております。山崎今ようやく立ち上がりました、リングラインに入ってまいりました、縦野が待ち構えている、
ファンが総立ちでやります。異様な興奮の後楽園。さあ立野が行くか、立野が行った。ネックブリーカードロップ、今度は立野が何の奥にあった。乗りを乗りをという声援だ。さあ小野崎か、立ち上がった乗りをが飛んだ、行ったライジングラリアート、そしてホームに入った。どうかカウント2でやります。必殺のフライングラリアート、あと一歩でした。いやいい試合です。さあもう一回山崎を、今度は山崎トップから飛んだ、強烈に飛んでおります。カウントが入っている、カウント2。お互いに見せ場を作ります。強烈な技を次々に繰り出します。今度は山崎が行くか、今度は立野が行くか、おーっと回転蹴りがダメだ。どうか危ない。いやー見どころがいっぱいです。ノリオ、イツキ熱戦を展開。さあ今度は山崎がトップから、どうか回転蹴りが待て、とカウントは2対か。いやーお互いに逆転技を応酬。最後は回転切りのため山崎に突き立ての乗りを下しました。宮本さんいかがですか。もうね本当にあの2人がですね、まあ、自分の持ってる技本当に見事にあの出しましたよね、はい。まあその、まあ、竹野選手惜しまれるのはね、はい、やっぱりちょっと疲れが出たのかね、やっぱり、はい、あの気が緩んだと言いますかね、何か一瞬疲れましたよね。今あの立野選手がですね放送席に向かってね、はい、カウントするちょっと早いんじゃないかと自分の肩は上がっているというアピールをしているんですね、しかし今のはもう仕方がないように思いますね、はい、もう仕方がないでしょうね、はい、悔しさは十分わかります。そしてよく戦ってくれました。山崎樹立野伸夫であります。同期生対決、しかし山崎樹は本当にもう力の差というのはわずかなもんでしょう。宮本さん、そうですね、もうこの試合を見た限りね、はい、本当にあの本当神一重ってよく言いますけどもね、はい、力いっぱい戦ってくれました。山崎と立野、惜しみないファンの声援が飛んでおります。それでは後楽園ホール、この辺りで今週はお別れいたします。